これが皆魂か。この地を人の魂と見立て、見立てるだけかい。こっちじゃ。はいはい、ちゃんと案内してくれるんやね。了解了解。もう全然歩き始めといてくれてよかったんやけどね。全然歩き始めてくれといてよかったんやけどね。どれぐらいのスピード？これぐらい？これでもまだ早い。これぐらい？いやー、抜かすー。抜かすー。でも同じぐらいのスピードやと思うんやけどな、これ。どうよ。これぐらい。これぐらい。こういう感じ？はい、押す押す押す。ダメやん。ちょ、早くして、おじいちゃん、おじいちゃん。私先に行ってもいい？へい。孫は元気だからね、待てないよ、そんなの。そんなの待てないよ。姿が見えない。遅くね？おじいちゃん？遅っ。びっくりした。止まっとんかと思うぐらい遅いけど。大丈夫？そんなんでよく案内しようと思ったね。さあさあさあ、孫は元気に行きまーす。行きまーす。ん？ここを通っていくんかな？洞窟これ。うわ、暗。山道型なの。超暗いんですけど。あ、でもあっという間に抜けるんやね。そういう感じで抜けるんやね。お、マルティナやん。ここは何、どこの姫なの？お待ちしておりました、ロー様。でもここも様付けで呼ぶんやね。じゃ、ただのお付きのものっていうわけではないんか。うん。支度は済ませてくれたようじゃな。ご苦労であった姫よ。何そのなんか。あら、あなたは。皆さん下がって。新婚の儀式は、ユグナー王家のお二人のみで行われるので、こちらにどうぞ。なんか、ただ単に木の枝が置かれただけみたいな感じやけど。え、ちょっと待って、やり方は？やり方教えてくれんの？あんた、じいさんに姫って呼ばれてるけど、もしかしてあんたは？静かに、儀式が始まるわ。何？どこの姫よ。どこの姫よ。では、会いなよ。わしの真似をするのじゃ。よいな。ほいほい。いやー、山火事がー。確実に燃え広がるやん。何してんだい。大丈夫？大丈夫？人は死ねば皆、命の大樹へと帰っていく。あの大樹の葉一枚一枚が、人の魂と言われておる。されど、魔物によって非業の死を遂げた者は、未練を残し、この世を迷うという。そんな魂を救う儀式が、この地に伝わっておる。ふんふん。お。これが？これがその魂ですか？見よ。煙の子。煙の、なんて読むの？後期？に釣られて光り輝く蝶たちがやってきよった。これがみんな魂か。この蝶を人の魂と見立て、命の大樹へと送る。それをもって死者の慰めとするのじゃ。見立てるだけかい。なるほどね。見立てるだけね。そういう感じね。おー、なんかめっちゃ綺麗やな。ね。だいぶ綺麗やな。エレノアは、ただ死んだわけではない。お主とデレカダールの王女を救うため、自らおとりとなったのじゃ。あ、そういうことな。かけがえのない二人の命が救われた。ありがとうな、エレノア。え？デルカダールの王女を救うため？そういえばエレノアはお主に何か残さなかったかの。え、ってことは一緒におるのがデルカダールの？え、生きとりやん。え、そういうこと？違うんかな？
アイナは母の手紙をローに渡した。あ、そういえばそんなの受け取っとったね。そうそうそう。おお、これは。なになに？そうか、そういうことじゃったのか。この手紙があったからこそ、お主はデルカダール王のもとに。そうよ、やのになんかひどい扱い受けたんですけど、私。どういうこと？どういうことよ。アユナ、苦労をかけたな。しかし、ならばこそ、こうしてお主と出会うこともなかった。ひとえにエレノアの導きであろう。あ、出会うことも叶った。おー、なんか、感極まっているな。大丈夫か、おじいちゃん。すまん。しばらく一人にしてくれ。了解。全然いいよ。のんびりしといてくれて。新婚の祭壇。私たちもあの蝶みたいに命の大事まで飛んでいけたら苦労しないんだけど。ってこんな時に不謹慎だったわね。ごめんなさいやな。いやいや大丈夫よ。そして一人にしない。あゆなよ、すまんな。しばらく一人にしてくれんかの。はいはい。マルティナたちはどこ行った？神おるやん。じいさんと一緒にいるあの女の正体、さっきの話でようやく確信が持てたぜ。多分あいつは、そういうことだよな。あれよね、デルカダールの王女ってことよね。ってことはちょっと誤解解きに行ってよ。王様にさ。じゃないと私いつまでもね、いつまでもこういう感じのまんまなんですけど。悪者扱いのまんまなんですけど。お、みんななんかすごい散らばっとるね。王妃様の勇気ある行動に、アイナ様は救われていたのですね。その大切なお命、これからもお姉様と共にお守りいたしますわ。ありがとう、セイニャ。みんな超考え込みよるね。とっても美しい儀式だったわね。国王夫妻の魂も、きっと慰められたに違いないわ。ほら、超難しい。すごい物思いにふけてない？絵になるね。絵になるね。マルティナさん。エレノア様。に守られたってことやろ。誰？私です。これは、恥ずかしいところを見られたわね。エレノア様のことを思い出してたの。そう。君のお母様のことよ。歩きながら少しお話でもしましょうか。あなたのことを教えてくださいな。デルカダールの王女様なんやろ？きっと。私の母は病弱でね。私が生まれてすぐ亡くなったの。エレノア様はそんな私を気遣って、絵本を読んでくれたり、花摘みに誘ってくれたり、本当に優しい方だったわ。だからそのエレノア様が子供を授かったと聞いて、私、心の底から嬉しかったの。自分に兄弟ができたような気がして。それで遊びに来とった時にそういうことが起こったってことか。そう。エレノア様と最後にお会いした16年前のあの日もこんな雨だった。あれは？お、追っ手が来た、もしや。こんなところまで。なぜここがわかった？何事？どうやら君たちの追手のようね。かなりの数だけど、あれだけの追手を出せるとしたら。デルカダール王国。アユナ、急いでみんなの元に戻りましょう。ここからどうやって抜けるの？いける？いける？超軽いけど。みんな雨降ってきたけんあれかな。洞窟の中とかに避難しとるかな。ほら、やっぱりおらんみんな。やっぱ雨宿りに入ってった？こっちの方さ、行き止まりやけん危険じゃない？結構。
ええー、おるし、こっちにも。祭壇から逃げた連中はいたか。マジか、祭壇にももうすでに行っとる。いや、見つからん。悪魔の子は。ダメだ。どこにも見当たらん。くっそ、逃げ足の早い連中だ。うわー、マジかー。あ、悪魔の子。え？見つかった、普通に。みんな、ここに悪魔の子がいるぞ。やめてー。くっ。何、戦います？戦いはしない？いやー、挟み撃ちになる。仲間の女がいるぞ。どうする？グレイグ将軍から悪魔の子を捕らえようとしか言われておらん。女の方は殺してしまえ。構わん。あいつも悪魔の子の仲間だ。こんなところで終わるわけにはいかない。え、デルカドールのじゃないのこれ。成長しとるけんわからんってことかな。要は。大変だ。グレイグ将軍を呼びに行かないと。いいよー。新手を呼びに行ったよね。あゆな、急いで山を降りて、みんなと合流しましょう。新手というかね、新手というかね、めっちゃ強いやつだよ。グレイグ将軍。なになになに、また現れた？怖いんですけど。いやー。え、グレイグ将軍やねん、これ。うわー。来たー。そこまでだ、悪魔の子よ。デルカダールの将、グレイグ持参。持参ね、水産。デルカダールで脱獄した貴様を追い続け、グロッタの町はようやくアシトロを掴んだ。よくもここまで逃げ延びたものだな。まあ、確かにあそこでめっちゃ有名になってしまったしね。ちょっとみんな聞いてって、デルカダールの王女様やってきっと。多分。わからんけど。悪魔の子は私が相手をする。その女はお前たちに任せた。行くぞ。なんかない？身分を証明するもの。身分証明書的なの。いやー、やられるー。やめてよー。どうした？貴様の実力はそんなものか。うお、崖。うわ、落ちるー。飛び降りる？まだー、危ない。うおー、もう逃げ場はない。ここまでだな、悪魔の子よ。こんな雷落ちるときに剣なんかかけ取ったら危ないよ。飛来心になるよ。お、やめなさい、グレイグ。なんだと？まさかマルティナ姫なのか。あ、やっぱり。あ！うわぁ！ダメ、絶対に。突き飛ばしたよ。姫様。お、なんかもう姫様確定。あ！あの時の。今度は話さない。あの時のか。あ、なるほど。一緒におったのお姉さんって思っとったけど。実の兄弟じゃなくって、デルカダールの姫様やったんやね。そういうことか。なるほど。ここで、やっとあの最初のシーンに繋がるんやね。今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。